しかし松中さん、はい、ここは大事なランナーですから簡単には動いてこう。そして周東が準備をしている。そうですね、まあ、牧原選手も足速いですけども、周東選手の方が、はい、ね、イーグルスとしてはちょっと嫌というかですね、はい、おーっと牧原が飛び出している。ボールが送られてタッチはどうだ。あ、そのボールが逸れた。牧原二塁に行く。あ、三森がバントをしなかったことで牧原が飛び出してしまってでボールが送られたんですがそのボールがそれました。牧原三塁に行ったのは、あ、本田コーチのヘルメットに当たったんですね、はい、でここで牧原が二塁に行くでボールがベンチに入りました。